こんにちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。3月に入りました。そして今週木曜3月6日は二十四節気の一つ啓蟄です。冬ごもりをしていた虫たちが暖かさに誘われて動き始める頃と言われています。暖かい日も増えてきたので、お出かけの際小さな春を探してみてはいかがでしょう。それではまずはこちらの話題からどうぞ。まず最初は2月25日と26日に文京区本郷で行われた東京大学受験生へのおしるこ配布の話題です。このイベントは本郷商店会と東京大学の学園祭五月祭を運営する五月祭常任委員会の共同で行われました。2月25日と26日で東京大学で入学試験が行われてまして、それの帰り際の受験生に応援の意味も込めておしるこを配って、温まってから帰っていただくという、そういう目的でおしるこを配っております。五月祭の当日には、本郷一帯とか結構混雑してしまいまして、本郷の商店街の方と協力して行っていかなければいけないと思っております。そのような活動と一環として、年に何回か合同でイベントを行っております。そのうちの一つとして今日のおしるこ配りがあります。この日配られるおしるこを作ったのは、本郷三原堂の、和菓子の部門の工場長が一から作っていただいたので、美味しく美味しく。さらに容器には現役東大生からのメッセージが書かれていました。さてこちらの看板にはおしるこ配布の他にエントリーシートとありますが、これは本郷商店会200件ほどの ご協力をいただきましてですね、今年第一志望合格、当然東大に特化してるんですけども、その人たちにお祝い金を20名の方に差し上げているキャンペーンなんです。合格して将来を担う若い人たちのために商店会が協力するというのはごくごく当たり前のことでございますね。そんな思いでやっておりますんで。午後4時半、2日間の試験を終えた受験生が本郷三丁目駅へと向かってきました。受験生たちは少々お疲れのようにも見えましたが、美味しいおしるこを飲んでほっと一息つく姿が見られました。本当に長い受験生活をこれが、癒してくれるなと思います。美味しかったです。飛行機の勉強ができたらいいので、ちょっと大学に入ってからも勉強をしないといけないかなと思っています。美味しかったです。東大野球部に入りたいからです、どうして？6大学で野球やりたくて、やるなら東大じゃないと多分入れないから、早稲田だ とか慶応だと推薦じゃないと入れないから、やっぱそこは東大しかないなと思って。およそ1時間かけて多くの受験生をねぎらい見送り、今年のおしるこ配布は終了となりました。エントリーシートも一緒に受け取っていただいて、僕たちもやった甲斐がありました。数を巻くのは難しかったですけど、それでも何人かの受験生の方に受け取ってもらえて、ゆっくりしていただいたので、良かったのかなと思っております。続いては3月1日東京ドームローラースケートアリーナで行われた文京区民大会ローラースポーツ競技会の模様をお伝えします。まずローラースポーツについて担当者の方にお話を伺いました。約100年前にヨーロッパの方で出来上がってきまして、で日本に入ってきたのが60年ぐらい前ですね。最初はスピード、ホッケー、フィギュアの3種目、本当にスポーツに特化したものだったんですけれども、そこからアグレッシブだとかスラロームだとか、あとは最近になってスケートボードもローラースポーツの一つとして加わってきまして、大きなどんどん楽しみは広がっていくっていきますね。ローラーで滑る爽快感が大きな魅力の一つ。多くのリンクでシューズのレンタルも行っているので、年齢性別を問わず誰でも気軽に始めることができます。いよいよパイロンを交互に通過し、正確さと速さを競うスラローム競技が始まります。それではスタート。いい調子。あ、惜しい。それではどうぞ。次は前回大会のチャンピオン。お、見事、すごい。観客も釘付けです。お父さん頑張ってください。器用に片足で滑ってます。やりますね。続いては速さを競うスピード競技。今回はリンク一周のタイムを競います。激しい先頭争い。さ
34番が1着でゴール。ちびっこも負けていません。おっと転倒、転倒はゴール。頑張れ頑張れ、あらこっちも頑張れ。やりました。楽しかったけど、まあ悔しかった。5位だ。今のところだったら日本一かな。トトリ選手みたいな。ローラー楽しいですか？楽しい。ローラーいっぱい滑りたい。娘が初めてそれに釣られて。私は前々からやりたくて、まあ面白いですね。はい、やればやるほど上達するっていうのが面白いですね。大会の結果はこちらです。私もローラースポーツやってみたくなりました。続いては3月1日土曜日に文京区の小石川消防署で開催された消防フェアの模様をお送りします。このイベントは春の火災予防運動に合わせて行われたもので、住民の皆さんに消防や応急救護などの体験を通して防災防火などに関する知識を身につけてもらおうというものです。まず初めに行われたのは若手の消防士による消防演技。ビルに残されたけが人を救出するという設定で緊迫感のある演習が行われました。無事救助されました。素晴らしい演技を披露してくれました。消防隊に盛大な拍手を。会場では皆さんが参加できるさまざまな体験コーナーがスタート。こちらはぶら下がってロープを渡る渡河訓練コーナー。本物の消防士みたいだね。こちらでは消防士と同じ格好、同じ装備を体験できます。家族みんなで消防士さんに変身。着てみた感想は？結構重いですよ。いいですね。重たいですけど、これを着て助けに来ていただけると思うと頼りになりますね。中でも一番人気だったのは、先着20組だけが体験できるはしご車搭乗体験コーナー。普段は乗ることがないはしご車のカゴに乗っておよそ30メートルまでぐんぐん登っていきます。すごい高さですね。乗ってみてどうですか？ちょっと最初怖かったけど、登っていたら楽しかった。雨だからよく見えなかった。こちらは親子で体験。乗ってみた感想は？初めて乗ったんですけど、ぜひ皆さんも体験してください。どうだった？楽しかった。最後に消防署の方からのメッセージです。私どもではですね、火災予防運動に伴いまして、町会の皆様のご協力もいただいて、各一般住宅への防火診断なども実施しております。またですね、災害の対応のための、自衛消防訓練などの促進も図っておりますので、ぜひ皆様ご協力をよろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうか。タバサト GO トピックスでは皆さんからの情報をお待ちしています。どんな小さなお題でも構いません。情報をくださった方には漏れなくアラ文書くんクリアファイルをプレゼントします。こちらの宛先までどしどしお寄せください。それでは今日はこの辺で、また次回まで。さようなら。